ドラゴンボールファイターズをいつもプレイしているユーザーの皆様、ドラゴンボールファイターズのプロデューサーひろきです。まずは、発売前そして発売後も、応援していただき、そして支えていただき、本当にありがとうございます。で、発売から少し経つんですけれども、皆様の声私のもとにも届いております。特にオンライン周りの、例えばサークルマッチのマッチング問題だったりとか、ロビーからの切断の問題といったところはこちらも把握しておりまして対策を練っている最中です。で、開発とも、これに対して全力で取り組んでいるんですけれども、まず1つ目のパッチを2月末に、配信したいなと思ってはおりますが、この一発のパッチだけで改善できる、問題では、ないかもしれません。そこでですね、3月中旬、3月末、こちらを改善するまで、ずっと、引き続けていきたいと思っておりますので、皆様には今しばらくお待ちいただければと思っております。で、ドラゴンボールファイターズは、長くいろいろやっていきたいなと思っておりまして、コンテンツとかも、皆様にご期待いただけるものようなものを、届ける予定です。引き続きドラゴンボールファイターズをご期待いただければと思います。よろしくお願いします。